はい、恐れ山です。笑ってまうな、なんか笑ってまうな。修羅の道ね、前回 89F で見事に果てました。まあやりようはね、もっとあったと思うんですけどね、まあ、早い段階でやり過ごしのね、ツボをちょっと使っときゃよかったなと。4個もあったからね。ちょっとミスりましたね。ミスというか判断がダメだった。つうわけですわ。はい。やっぱりここは最高のダンジョンですよ。難しい。でもなんとかしてね、クリアしてみたいと思います。いやー、行くぞ。いや、でもあのね、流れを今度ね、手繰り寄せるには何回潜ればいけるか。クリアできるかな。思い立てか。とりあえず持っていきます。だから、ね、思い立ては強くなるほど、どん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 腹減り度が増えるらしいんですよね。お、ちょっとちょっと、また水切りか。なんでそんなに俺クリアしてほしいの？なら答えるしかないよね。いやーね、ちょっとね、ようやく試練4のプレイに自信をね、持てるようになってきましたね。さてと、これ何かな？1,2,3。うん、回復じゃないな。ちょっと痛恨のチェックをしますか。敵に出ないかな。出ないか。痛恨のチェックじゃないです。チェックじゃない。痛恨の腕輪じゃない。爆発でもない。爆発、高飛びは、だいたい100歩ぐらい歩いたらね、もう、発動しなければ、それは確定と。それでじゃないよ、ということを、どこぞの方が言っておられましたね。これ何かな？3000腕輪かな？そうなると。で、灰色、肌色。うん、よし。じゃちょっと杖識別もしていきますか。いやこのね、一つ前のね、潜りね、もう、お、ちょっと待ってよ。封印か。なんてこった。間違えましたわ。選択式の巻物。くそ、期待して使ったけどな。まあいいや。よし。ムーンストーン。お、呪われてる。なんだろう。なんですか。ちょっと、やばいアイテム。痛恨じゃないな。うん、まあ、そんなに悪いアイテムじゃなさそうですね。あとまあ魔物、おっと、魔物寄せっていう可能性もあるけど、魔物呼びか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。とりあえずこれで。そうなんのよね。矢はね、かなり重要なアイテムですね。この浜辺じゃない、修羅の道では。矢サーチはね、ある程度やらないと、敵のね、やはり攻撃を受ける前にね、先制するということが、やはり可能にするためには矢サーチが必要かな。ここかね。ここか。終わっちゃった。早かったな。
うん、なので矢はできるだけ多く稼ぐ方がいいです。どうしようこれね、早く調べたいな。じゃ行こう。餌 F、 まあここは余裕の敵なので徘徊していきます。ドラゴンとか出てきた時はもうここすごいね、難しいフロアに変わるんで嫌いなんすよ嫌いなんすよ。みんなもそうじゃないのかな、この8つのね足のフロアと思ってるんですが、何なのかな。まあ円筒じゃないっていうことも分かったな、さっきの木の矢の罠をね使った時に。ってことは下手投げっていう可能性もあるか。よいしょっと、おっとこの野郎、お何やってんだよ君、真っ暗棒石8個使えないよ。白い草ね、毒や毒や持っていこう。690、これあれか、保存かな。石持っていこう。何踏んでんの3000、まあ、今日はちょっとおとなしく買いますわ。なんか売るもあるかな。あ、思い立てね、ほら、はい、でこれ鉄の盾445、これプラス1かな。鉄の盾、違うわ、じゃあヘマタイト3000か、やっぱりそうか。で、肌色、灰色、これが500と。肌色これ100、ピンクこれ100か。そうそう、一応ね報告なんですけどね、まあ大した報告じゃないんですけど、PSP のね画面出力端子新しいのに変えました。今度は日本製にしました。前回はね、今までのやつは海外製だったんですけど安くてね、まあ、日本製のやつも安いんですよ、1000円ぐらいなんで。それでね使ってるうちに根元のところがねすんごいなんか山になってきて、いつの間にやら出力するのがビリ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 ってなるようになってました。なのでね急遽買いましたね。あ、これ識別だ。もうめんどくさい、もう3でいいや。なのでね、変な体勢で今までやってたんですけど、それがなくなったんでね、ストレスなく今遊べています。そういうのもあって今回打開できるんじゃないのか。140125の祝福か、125の祝福、ちょっと待って、175のあれかな、多分500巻の呪い、あとはこの辺ね、そうだった。全部背中の入ってる壺は一緒なんですか。まあこんなもんかな。あと杖識別682。杖はねまだわかんないんですよね。
だけども、まあ、なんとなくわかるか。一応ね、値段でかなり識別はできるっぽいです。私はできません。いいよ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか買ってるぞ俺。何買ってる？思い立てか。はい。で、どうする？投げる。あっと、やり過ごしか。そうか。やり過ごしの壺はね、めっちゃいいですね。はい。今までね、この修羅始める前までは何のための壺なんだと思ってましたけど、ね、すいませんね、ちょっとね、今日もまた実家なんですけど、また閉めてくるか。ちょっと閉めてきますわ。しばしば待ちよ。はい、お待たせしました。実況するのもね、大変なんですよ。おい、炭吐け、炭吐きなさい。あ、こっちにもいら。よし。じゃあこれ読む。あ、これは全部選択だな。800個選択なかったっけ？これ一緒か。あ、なんてこった。値段で識別ほぼできてるじゃねえか。オーラ消し。あ、そうだよ。300の巻物だったんだ。これね、どうしようかな。あとでいいか、こっちは。硬い壺、これ何か見ときたいな。トドやよ。マジかよ。お払いじゃあやりたいな。まだ倒せない。そっか、杖識別しないとダメですね。やるかな。じゃあ歌詞の杖。うん、これは痛み分け。加速か。加速はいらんな。加速打っとこう。一本打っとこう。こっちでいいか。安いね。枕棒、光の刃。あ、毒矢持っていかないとな。よし。さて、じゃあ行きますか。4F。 いやー、なんかね、初々しい時代を思い出しますわ。低層を歩いてると。と言いながらね、あんまりそういうのを、言いふらすとダメですね。獣の刃、これね、水星特攻あるんで、やめとこう。呪われてちゃいや。やっぱりね、慢心しすぎると、いけない。慢心だったっけ。木花だか。ちょっと歩きすぎたな。そうなんですよね。前回もね、結局、食料が、乏しくなったのは否めないんですよね。おとぎり。黄土色なんだこれ。なんか成長です。だからどこかで8、3つ目ね、
読んじまうか。ゾワゾワでした。ということはゾワゾワが2枚。 OK。 まあ、2枚あれば敵に囲まれた時に対策しやすいですね。余裕持って。褐色も2枚目かな、これ。ちくしょう。わーん、いやーん。うるさいよ君。あ、こっちじゃないのか。おお、なんてこった。あ、こっちね。くそー、 90% か。5F。 まずでも食料なんとかしないとダメっすね。見切りきた。参ったな。これ交換かな。鶏。鶏ね。よっ。おっとっと、あ、なるほど。コンよけね。いやー、いいもん手に入れたね。入れる。じゃあこれ入れるか。わかんないな。合成かな。合成の可能性もある。加速の杖置いといてよかった。まあいいや。で、ここが階段と。お、お店あるじゃん。遠いなぁ。遠いなぁと言って、もう早速泥棒しようっていう、その魂胆。これは魔物か背中かどちらかですね。飛ばし、歪んだ。なんなんでしょう。これ入れてみるか。ちょっと待て。主宝石、隕石、石、完熟バナナ、これ買う。ちょっと HP の減りが激しいな。これで1アップか。そうか、1なのか。なんとかね、ちょっと待ってね。ちょっと識別まずします。獣の牙588。獣の牙560。これプラス1。見切り、まあ、これはでもね絶対いるか。2940、これもプラスじゃないの。見切り2800、プラス1ですね。あとはおとぎ、まあ、これ使えるでしょ。35使えるね。この辺かな。
オートミケルと。ニワトリ、これなんかな。308、千巻の封印かな。ってことは350のちょっと下なんで、千巻の封印。千巻は真空とか爆水とか、あと、大好物の魔物部屋。魔物部屋いいっすよ。うん、持っていくか。もうこんなとこか。で、この壺が魔物かトドか、そしてこっちが保存なのかな。それがちょっと気になる。ということでね、この1を入れるか。いや、ちょっと待てよ待てよ待てよ。アイテムの枠はない。ないのだ。ないのか。うん、よし、じゃあ入れるぞ。歪んだ壺にこれ入れよう。あ、識別出すわ、識別出すわ。これ持っていこう。いやー、俺ってね、今日は善人です。絶対善人で行くからね。これあと、これも見とくか。500も見とこう。あ、なんかでも出てくるかもしれんからな。プロにするか。水枯れお払い。お払い来たな。お払いやっちまうか。でも腕輪は婚よけで十分いけそうなんですけどね。でもやっぱりちょっと外しておきたい。水枯れどうする？必要ないよね。ちょっとまず徘徊します。なんかアイテムあるかもしれない。あるかもというか、あるでしょ。よっと、ヤシの方、この巻2枚目、この巻2枚目か。じゃあこの巻入れますか。この巻ね。あ、でもこれにするかな。来た、婚よけ。うほほほほ。眠り大根。さようなら。まあそこまでいけたらだけどさ。よし。世紀の矢か。吹き飛ばし。欲しいよな。あ、おい、しまった。ここにやろう。石も持っとこう。まずはじゃあ売るか。識別投げる。お払い読む。高飛び。水があれ、これ売る。高飛びね、どうしようか。高飛び、高飛びになってるな、これ。ちょっとこれとこれ入れてみよう。合成ですな。よし、合成きたな。早速入れるか。中盤と見切り。OK。プラス2か。水切りを中心に今回もいくんで、中盤、よし。いいぞ。308。あとはこれね。こ
これなんだろうな、怪しいな。よし、これで一応ヤサーチはできるぜ。はい、じゃあ行きます。